マシュマロのさ、変わったの知ってる？ちょ、皆さん私にマシュマロ送ったことある？最近送ってますか？マシュマロに結構大きめなアップデートを感じていて、今までね、なんか私マシュマロみんなからもらうときに、まあ、別に全部同じマシュマロに見えたんですよ。まあ、何の違いもない、全部同じだったんだけど、今最近はログインユーザーって出たり、認証ユーザーって出るんだよ。認証ユーザーっていうのが、まず私にログインした状態でメッセージを送ったことがあって、なおかつ私にお気に入りされたことがあったら、まず、条件がいくつかあって、まあ、どれか一個でも当てはまれば OK なんだけど、まず一つ目の条件が、そう、私にログインした状態でメッセージを送って、私がお気に入りしたらなる。それ、恥ずすぎる。恥ずかしい。それ、もうそっちに伝わるの恥ずかしいからやめてほしい。で、もう一個が、2023年4月以前からマシュマロに登録していて、Twitter で私をフォローしていたアカウント。何が違うのって話なんだけど、私から常に見えるんだよ。一覧になってる、いつも一覧でバーってマシュマロが並んでる中で、何も書いてないマシュマロ、ログインユーザーって書いてあるマシュマロ、認証ユーザーって出るマシュマロ。あ、そう、古い順も増えてたの。一時的にあるっつって。期間限定で無料公開中、古い順。初マシュマロ、記念すべき最古のマシュマロ、何だと思いますか？アンジュ・カトリーナデビュー、マシュマロ公開、よかったら初配信の時読むので、マシュマロ送ってください。記念すべき最古のマシュマロ、こんなアンジュ・カトリーナの、何でしょう。はい、いやもうね、しょうもないです。グルシャンですか？違います。この時期はね、よく聞かれていた時期だったというのもあって、古い順にするともう10個中4、いや4つは言い過ぎかな、3つはグルシャンだったりもする。そうそう、グルシャンって何って言うと、シャンプー食う人たちのことです。推しのシャンプーを食う化け物たちの話です。マジでね、びっくりしたもん。何その文化と思う。いや、もちろんガチしてないとは思う。もちろんみんなネタだよな、なとは思いつつなんですけど、ネタにしたって化け物すぎると思って。初めて聞いた時にはね、本当に怖さを知りましたね、やっぱり。今日文化祭で運命の人カードが一緒の人がいて話しかけたんだ。だけどその後に友達が彼女持ちだよって教えてくれたんだけど、アンジュは彼氏とか彼女いてもカードつけるべきだと思う？運命の人カードって何？これググっても出なくて、運命の人カードでググるとタロットカードが出てきたんだよね。なんかすげえ青春の匂いがするんだけど、だから多分想像するに、そういう運命の人カードみたいなものがあって、いくつか種類があるんですよ、ランダムに2枚ペア でそれを多分バーって配ってみんなつけるんだよね、きっと。学校のどこかに同じマークの人が一人だけいるってことなんじゃないのかって思うんだけど、バカ青春じゃない？青春すぎないかそれ。多分そういうことだよね。学年で多分2ペアしかないのをこうバーって配ってんじゃないの。おーい、やばいよ。それさ、もしつけてさ、え、俺のペアあいつなんだけどとかやったら、うちもう踊り狂うけどね。踊り狂いながらそいつのカード食っちゃうけどね、化け物。モンスター生まれてる。いや、まあでも青春ですね。まだ参加したくなかったら別にまあつけなきゃいいんだもんね。っていうことで、きっと、まあ彼氏彼女持ちなのにつけてたってことだよね。確かにそういうことならなんでだろうね。まあでも別にでも運命の人だからって恋仲になるってわけでもないじゃん。普通に友達作りたいっていうのでつけるんじゃないんかな、ちょっとわかんないけど。まあでもそれがもしその学校的に一緒のやつはなんか出会い求める感じのヒューヒューってノリだったなら、確かにまあ彼氏彼女いるのにつけるのはとは思う気もする。っていうか、まあ相手がいいのかっていう、彼氏相手の彼氏彼女が OK 出してるならまあいいんじゃないとは思いつつ、すげえ青春だね。え、これやったことある？みんなそんなものない？アニメで見たことある、初めて聞いた。あ、これ絶対みんなないな、アンケートの。仲間預けて、この青春を送ってない仲間を預けて越美したろ。運命の人カードやりましたか？めちゃめちゃ知らん。93%。何メーターがどんどん上がっていく。何?56、78、93! な、何ブラバしてええか。でもそれ負け確、もう負けって認めるってことですからね。ヒュヒュ。ふひゅひゅひゅ。ちなみに私も初めて知りましたんでね。いや、やっぱみんなやんないよね。悪意ありますよ。え？悪意とか全然そんなのじゃなくって、なんか、視聴者の皆さんのことをもっと知りたくって、なんかみんなにアンケート取っただけなんですけど、なんかそういう考え方してると幸せになれないですよ。よーえへ、嫌なやつ。あっちこぜ。同じ穴の無事は、それはそう。同じ穴にいるのになんでかちょっと高いところに立って喋ってくる嫌なやつ。
全然自分の投げたブーメラン頭に刺さりながら。いやでも青春でいいね、こういうのマジでやりたいわ。いいな、素晴らしい、いいな。なんか普通にちょっと羨ましいなって思いました。で次これ、明日元カノの結婚式に行ってきます。テレテレ坊主を逆さにして雨どころか雹でも降ればいいのになという気持ちです。元カノとは今でも普通に仲がいいので自分でもよくわからないテンションになっています。とりあえずご祝儀は4万円包もうと思います。あれ、割り切れちゃダメなんじゃ。あの時違う選択をしてれば俺が結婚してたのかな。これさ、こういう気持ちがさ、ちょっとマジでわかんないんだよね。なんかさ、まあ好きだったのに振られてずっと好きだったなら気持ちわかるんだけど、別れ、なんかさ、お互い気持ち的に OK で別れて、もう好きじゃなくて、もうガンガンその後も彼氏とか彼女お互い作ってる中で、元カノの結婚式ってやるせなくなる気持ち、マジでわかんないんだよな。元カノ、元カレの。なんか、まあ、未練あるなら気持ちわかるんだけどね。そうでもない場合、でもさ、結構言うのよ。元カレ、元カノの結婚式に行って、なんか、なんだかなってなる話。別れたじゃんと思っちゃうんだよね。この人はもしかしたら未練あるかもだから全然いいんだけど、ただ昔付き合っててもう好きじゃない、なかったはずなのに、ってなる。なんで別れたらもう好きじゃないんじゃないの、どうなの、振られてみ、泣くぞ。いやなんか、まあ未練あればね、まあまあわかるのかもしれないんですけど、なんかその後普通にね、まあ私だとよく聞くパターンはね、その元彼の結婚式に行ってなんだかなの話はやっぱり聞く機会が多いんですけど、別れたしもその後君彼氏いっぱいおったやんと思っちゃうんだね。ちょっと、いや私がちょっとあれなの、さなんかね、先越されたっていうかな、なんかまあでも、いやうちの周りだけなのかな、ちょ未練があったわけでもないくせに、なんでこいつなんかそのなんか寂しい顔してんだっていう、なんかちょっと人の気持ちが理解できない怪物の顔する、本当になんかわかんない。アンジュが一人なのかわかる、だってさ、もう好きじゃないんでしょと思っちゃう。だって、いや、まだ好きとかならわかるんよ。でも、もう、別れて、その後も全然いろんな人を好きになって、もう過去の人なのに、なんで結婚式でやるせない気持ちになるのかが、わかんなくて。取られてない、じゃないですか、みたいな。なんか、変な、なんかそう、それでね、わかんないんだよね、これ完全にね。まあ、でも、未練があるパターンならわかりますよね。未練があれば理解できる。うん。心ってそんな単純じゃない、むずいな。マジでわからんな、ほなら。気持ちは1と0じゃないんやで。じゃあ残ったまま次の人と付き合ってるってこと？まあ、そんなこともあるのか。難しい話ですね。いや、うちの周りの子多分未練なかったと思う。それでも言うからさ、人間って不思議だなって思ったんだけど、そうか。みんな未練が本当はあったの。マジで人間、たまにこうやって私たまに怪物みたいになるよな。すごい嫌なんだけど。たまにこうなる、嫌だわ。本当になんか理解できない顔しちゃう時があって、これ普通に悲しい気持ちになるんで。カレーうめえ、いやお前が好きだわ、カレーがうめえ、その気持ちだけはわかる、その気持ちがわかる、その気持ちはすげえわかるわ。そう、人の心わからない、人間面白ってなる。なんかそう、本当になんかそういう時あるわ。特に恋愛周りのこういうなんか、そうな、わかる、ちょっと難しいところ、なんか経験を踏んだ上でのところ、だからわかる、なんか少女漫画で勉強できない範囲のところ、一番わからんくなる。キープも未だに分からん、ほんまに。もう、むずすぎる。今来た、アンジ化け物だった。定期的にね、化け物になる、本当に。